島津家が関ヶ原でお咎めなしを勝ち取った理由。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は島津家が関ヶ原でお咎めなしを勝ち取った理由について紹介していこうと思います。関ヶ原の戦いといえば、日本の歴史上欠かすことができないお話です。関ヶ原の戦いによって戦国時代にほぼ終止符を打たれただけではなく、次の時代の礎が出来上がったからです。戦国時代120万石の大大名だった毛利は、関ヶ原の戦いによって36万石にまで減俸。毛利だけではなく、西軍についた大名の多くが減俸やお家取り潰しの浮き目にあっている中で、西軍に加わった島津家のみはお咎めなしでした。西軍に組みした他の大名を考えると、西軍で、さらには関ヶ原の本戦にも参戦している島津家が減俸さえなかった事実はまさに奇跡ですが、一体なぜ島津家はお咎めなしを勝ち取ることができたのでしょうか。関ヶ原の戦い時の島津家の内情。お咎めなしをゲットした島津家、その理由を探るのであれば、関ヶ原の戦い直前の島津家の状況を知っておく必要があります。島津家は鎌倉時代から続く名門で、戦国時代末期には九州をほぼ制圧。しかし豊臣秀吉から征伐を受けて敗北し、拡大した領地はほぼ没収され、元々の領地であった薩摩と大隅のみとなってしまいました。九州を統一した際の島津家の当主は島津義久。島津家中興の祖ともささやかれている島津隆久の長男として誕生しました。長男なのでおのずと当主の座に座ることになりますが、豊臣秀吉の征伐を受けると当主の座を弟である義弘に譲ります。実際に譲ったのか、あるいは形式だけ譲ったものなのか、この点は歴史学者の間でも意見が分かれているのですが、現実的にその後豊臣政権では義弘が島津家を代表し京都に居を構えることになりますし、朝鮮出兵の際島津家を率いて海を渡ったのも義弘です。そして義弘には息子がいました。薩摩藩藩祖とささやかれている島津家久です。もともとは忠常と名乗っていましたが、家久へと改名。実は関ヶ原の戦いの際、義久派、義弘派、家久派の3派に分かれている状況でした。関ヶ原の戦いの前哨戦は伏見城の戦いです。上杉征伐で全国の大名が東北に歩みを進めると、石田三成が柄空きになった京都で挙兵、そして伏見城を吸収することで一連の関ヶ原の戦いが切って落とされるのですが、その際義弘は京都にいました。しかし京都と島津家の本拠地である薩摩は距離があります。飛行機や鉄道など交通インフラが整備されている現代社会でさえ近いとは言えない距離です。当時はさらに距離が遠くに感じたであろうことは言うまでもありませんが、戦の機運が高まると義弘は義久に、兵を京都に送ってくれと要望します。戦になれば兵が必要になるのは当たり前、つまり義弘は当たり前の要求をしただけなのですが、関ヶ原の戦いと島津家。本国である薩摩には兄である義久がいます。戦ともなれば武士の花、ましてやこの戦いによって再び動乱になるかもしれないと思えば兵をと考えるのも当然ですが、義久は義弘に対して兵を渋ります。結果義弘のもとに馳せ参じた部下は義久から許可を得て島津家として参戦したのではなく、個人的な感情から義弘のもとに馳せ参じることになりました。関ヶ原の戦いではどの大名がどれほどの兵力を動員したのかほぼ明らかになっています。それによると島津家の兵士はおよそ1500、1万石につき約300の兵を動員できると言われていますので、およそ70万石の大名であった島津家が1500の兵しか動員しないのは
明らかに少ないのです。例えば西軍の主力であった宇喜多秀家はおよそ57万石の大名でしたが、関ヶ原の戦いでは1万6500の兵士を動員、いわば総動員であることがわかるのではないでしょうか。他の参戦大名を見てもいわばその後を左右する一大事なだけに、どの大名も総動員しているのですが、島津家は1500。遠いから仕方ないと思うかもしれませんが、かの有名な小早川秀秋は北九州の60万石の大名、その秀秋がおよそ1万5000ほどの兵を動員していることを考えたとき、距離の問題ではないことがわかるはずです。しかしこの数字が実は後に義弘だけではなく、島津家そのものの命運を左右することになったのです。伏見城の戦い、その時義弘は、先にも少し触れたように関ヶ原の戦いの口火は石田三成の伏見城急襲です。このような事態を見越し、徳川家康は家臣鳥居元忠に伏見城を守らせていたのです。そして驚きですが、義弘に対して何かあるかもしれないので、その時には一緒に伏見城を守ってもらいたいともお願いしていました。しかし伏見城を守っていた鳥居元忠は、そのような話を聞いていないと義弘の入城を拒否。すでに石田三成が城を包囲しつつある中で拒否されたらどうすることもできないので、いわばなし崩し的に西軍に加担することになってしまいました。結果いわば流れに身を任せる形で義弘は西軍にエントリーすることになってしまったのです。つまりもしもここで鳥居元忠が義弘の入城を快く受け入れていれば、義弘は西軍ではなく東軍にエントリーしていた可能性もありました。しかし義弘も武士です。あれやこれやと愚痴っても仕方ないことくらいは分かっていますので、一度ついてしまった事実から西軍として戦うことを決意する一方、義久にせがんだ兵士は全然集まりません。そのため西軍での重要度が低くなってしまったのです。どれだけ戦上手の義弘であっても、戦で物を言うのは兵士の数なので、わずか1500程度の兵しか連れていない義弘は、石田三成からすれば本気じゃないと映ってしまったのでしょう。ましてや石田三成は豊臣政権の重鎮、島津家がどれくらいの経済力を持っている大名なのかくらいは最低限把握していますので、島津家の兵力を見て信用できないと感じてしまったのかもしれません。結果義弘の提案した夜襲は却下され、さらには義弘を置き去りにしていくこともあるなど、関ヶ原の本戦が始まる前の時点で義弘はすでに西軍として戦うことに意義を見出せなくなってしまっていたのです。関ヶ原、そしてその後、関ヶ原の戦いの際、義弘が何をしたのかは今更説明も必要ないでしょう。自軍に迫ってきた兵を追い払うのみ、そして最後に島津の軒口と形容されることになる敵軍の中央突破による離脱、この退却劇は語り草となっていますが、問題はそこからです。事情はどうであれ、義弘は関ヶ原に西軍として参戦したのです。徳川家康からすれば、西軍に参加したから分かっているよねとなります。事実すでに毛利や上杉は領土を大きく削られてしまっていました。島津としても領土を削られるのは致し方なしと思いきや、ここで活躍したのは義久だったのです。義久は東軍に参加しようとしたのに断られたから、なし崩し的に参加してしまった。そもそも島津家として兵を出したのではなく義弘の独断だと主張、義久が兵を渋ったことによって義弘のもとにはわずかな手勢だけが参加したのですが、義久はここをうまく交渉材料にしたのです。島津家としてではなく個人だと、しかも東軍参加予定だったものの、あんたのところの家臣が拒否したから西軍になっちゃったのであって、
本当は東軍に参戦予定だったんだよ、とでも主張したのでしょう。これを言われてしまったら、さすがに家康としても反論ができません。さらに、薩摩という立地も味方しました。時はまだ関ヶ原が終わって間もない頃、家康としても再び兵を動員して薩摩に攻めるのはリスクがありすぎました。できれば兵を動員するのではなく、話し合いだけで終わらせたいと思っていても、義久は先のような主張。さらに決定的なことが起きるのです。それは幕府と明の貿易船が薩摩付近で沈没。事故との声もあれば、薩摩藩が何かをしたのではないかとも言われていますが、実は薩摩藩は明とも独自に貿易を行っていました。もしもですが、家康が薩摩に攻めるとなれば、明が薩摩に味方する可能性もゼロではないのです。結果、家康は島津家に対して強気に出ることができず、領土安堵となったのです。まとめ、島津家が関ヶ原の戦いを経ても領土を保てたのは、様々なことが重なった結果です。決定的な何かがあったわけではなく、すべてがうまくかみ合ったからこそ、家康としてもリスクを避けたのですが、大阪の陣の後、没する間際まで島津が気がかりだったとか。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。